ハロー YouTube 用の本町ナンバーワンチャンネルです。チャンネル登録お願いしますよ。今日はですね、料亭でランチを食べてきます。まずは京すずめさん、本町通りにあるですね、こちらの高級そうなところ行ってみましたよ。和食がいっぱい、こっちも和食和食でですね、早速中入っていきたいと思います。はい、メニューなんですが、京都風なんですかね、京都風御膳ですとか、天ぷら、お造り、鶏南蛮、あとカレーとかもあるんですね。でこっちの違うページにはうどんとかそばとかですね。でうどんとそばに小さい丼に何つけるのみたいなのありまして、でうどんに関してもいろんな種類があったり、うなぎ、卵丼なんかもありました。あと誰もいないんでね、ちょっと店内見させていただいたんですが、こんな感じになってます。最近改修したばっかりなんですよね。綺麗な感じで小上がりなんかもあります。家族連れも行けそうですね、これなら。こんなとこで私が今日頼んだのはかけそばとミニ海鮮丼セットです。綺麗でしょ。ちょっとカウンターにカメラが置ききれなかったんで、こんな感じで送らせていただきます。まずね、そば頼んだんですけど、上品なですね、薄味です。でね、左の方にちょっと見えるかな、かつお節とかね、天かすを入れるようにいただけるんですけど、ちょっとそのかつお節が味付いてるんで、それちょっと入れた方がいいかもしれないですね。結構な薄味になってます。はい、ちょっと他の淀本町にはないような、本当に本格的な京都のお蕎麦っていう感じしました。ではこちらのですね、黄色い色の、もう黄色の暴力、この卵の黄身を溶いてですね、このちょっと漬けっていうか、ちょっと味のついたお刺身海鮮丼いきますよ。すいませんね、ちょっと画角が悪くてちょっと見えてないんですが、もうこのね、卵のね、まろみとちょっとこの漬け丼の味のついた感じを一緒にかっこむとですね、もう一瞬で食べちゃいました。もうめちゃくちゃ美味しかったです。人間って美味しいもの食べると本当噛むの忘れるんですね。もうおしんこあるの忘れてですね、今もう一生懸命食べてますけど、本当にこのミニ海鮮丼は美味しかったです。つゆは薄味なんでね、もうガブッと飲んじゃいました。本当に京すずめさん、美味しいランチをどうもありがとうございました。チャンネル登録忘れてない？2本目です。中央通りにある八潮にやってきました。与野本町から徒歩3分のこの早い、うまい、安い、激辛うどんありますとかね、いろいろ書いてあるこのお店、ちょっと初めてだったんですけど入ってみました。店内こんな感じでメニューがあります。かけうどん、かけそば、ぶっかけうどん400円からありますよ。天ぷらは100円台、天丼、豚丼、マグロ漬け丼、カレーとかね、いろいろ、あと夜のメニューなんかもこうやって貼ってあります。そんな中ですね、今日私が頼んだのは親子丼大盛りエビ天追加と、ええ、ちょっと親子丼だけ、丼ぶりだけが来るかと思ったらですね、なんかいっぱい来ましたよ。この右側全部が650円、まあ僕大盛りにしちゃったんで750円だったんですけど、それになんかエビ天ぷらもちょっとつけてみようかなと思ってエビ天も追加してみました。はい、そんな感じでね、サラダからいきますよ。いや、びっくりしました、こんなにねいっぱいついてくるなんて。でね、味噌汁がね、このね、白だしっていうのかな、田舎の風っていうのかな、すごい美味しい味噌でしたね。でも親子丼はもう言わずもがな、この卵の上に卵、卵、オンザ卵で、もうこれは本当濃厚でですね、美味しい親子丼でした。もうちょっと量がいっぱいなんでね、今日はちょっと左利きのおじさんが6倍速で食べてるところを皆さんにお伝えしております。
エビ天はねちょっと冷めてたのが残念でしたけどね、美味しかったは美味しかったです。はい、ヤシをねこれほんと美味しいし量も多いし最高だなと思って、まあお客さんも結構入ってたんですけどね、ともうちょっと知られてもいいお店なんじゃないかなと思いました。はい、あっという間にかっこんじゃいました。いやほんと与野本町いいお店ばっかりです。ちょっとでもね与野本町来たいと思ったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた与野本町で会いましょう。またね。